新庄ドームの消える魔球、不思議ですね。本当、今夜も投げるかな。チャンスが来たら投入するんじゃないですかね。早く帰ってテレビ見よっと。巨人ヤクルト3回戦、第1戦第2戦とも好試合を展開していますが、第3戦も9回裏に3点リードされたヤクルトがノーアウトから2点を入れ、しかもランナー3塁とにわかに緊迫してきました。だがここでリリーフに登板した新庄ドームのスローミラージュボール、今夜も冴えに冴えています。ストライク1人で新庄ドームは新人ながら連続2セーブという快挙を達成することができます。しかしここでバッターは池山と並んでヤクルト期待の広沢、ホームランが出れば逆転。今年にかけるヤクルト関根監督、もはやここも引けません。あと1人、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 あと1人。おっとスタンドからあと1人コールが早くも起こり始めましたが、ギリギリですね。え、何がですか江川さん。間に合うかどうか、時間がないんですよ。あ、放送時間だったらまだまだたっぷりと。ああ、あんなことしなきゃいいのに。あんなこと。おっと新庄ドームがマウンドを降りて広沢に走り寄っていきます。見かけ通り面白い子だね。笑ったな。勝負は下駄履くまでわからん。ま、投げてみな。だな、よし。見てろよ広沢さん。新庄ドーム広沢に第1球、ナックルだ。ストライク。またしても出ました、消える魔球、スノーミラージュボールだ。まだヤクルトの打者は一人もドームを打っていません。広沢、意地を見せるか。消える魔球にもコースがある。ドーム第2球、これもナックルだ。シュート。インハイに構えているが、ストライクツー。構えたところにドンピシャイ。新庄ドームあと1球、セーブ達成なるか。へえ、ああ余計なことを。牽制球を投げることがどうして余計なことなんですか。監督が出てきましたね。これはどういうことでしょうか。監督。どうもご苦労さん。残念ながら交代だ。なんとピッチャー交代です。なんで、なんであと1球なのに。ドームがボールを渡すのを拒否するのは当然です。スタンドもどよめいています。体全体ドームの何がいけないというのでしょうか。ドーム、君のお母さんが出された約束を忘れたのか。約束、そんなのあったっけ。儲けるなよ。いいか、入団発表の時にも言っただろう。新庄ドームの入団発表の時のことを覚えていませんか。ええ、覚えていますよ。私も出ましたから。あの時言ったでしょう。新庄ドームはお母さんの要望で夜は9時までしかグランドにいられないって。ああ、はいはいはい。あくまでも本分は小学生なんだから、学業を第一に考えてほしいという。その約束をジャイアンツもコミッショナーももっともなこととして飲んだんですよ。なるほど。すでに9時過ぎ、そういう条件がある限り残念ながら新庄ドームは続投させられません。
そうか、彼にはそういう制約があったのか。母ちゃん、そんな条件出したっけか。自分のことなのに忘れるやつあっか。だけどさ、あと1球で2つ目のセーブを取れんだぜ。それをやめろだなんて、その残酷な。ドーム、そりゃ誰だってお前に投げさせたいに決まってるじゃないか。だったら、何すんだよ。ドーム、ジャイアンツの選手会長として監督の命令に従うことを要求する。原さん、野球では一球がものすごく大事だ。これも一球の重みだと思え。ドーム、どうした。しっかりしろドーム。おいドーム、しっかりしろドーム。冗談。この人をからかよって。ごめんかい。どうやら新庄ドームも納得したようであります。ドームおどけてマウンドを降りました。次の登板に期待しましょう。ジャイアンツピッチャー新庄ドームに代わりまして、香取背番号29。それこそ登板できなくなるぞ。桑田さん、これでも食べながら帰れよ。うわ、最高級のチョコレート。一球で泣き、一球で喜び、それがピッチャーだ。これからもこんなことはいくらでもあるぞ。原さんと同じこと言っちゃってありがとう。でもどうせファンからのもらいもんなんだよね。逆に2点リードしました。新庄ドームの入団テストの時、試し打ちしたのが中畑さんなんだってね。さすが土壌さん、よく掴んだね。で、どうだったの消える魔球。中畑さんの印象は。いや、参ったね。あれはとんでもない代物だよ。バットにかすりもしなかった。ん、中畑さんでも。で、一体どこに消えちゃうの。それはね。いや、わけないじゃないの土壌さん。いくら俺がおしゃべりだって言った。ああ、タツノリ、ちょっとドーム君のことでちょっと聞きたいことがあるんだよ。ああ、悪い、今電話しなきゃいけないとこがあるから。なあ、監督を呼んでくれたまえ。星野だ。うん、ああ、まだだ。まだムササビのマサからは何も言ってこん。しかし奴なら近いうちに何かを必ず掴んでくれるはずだ。なあ、それから他の監督たちの動きなんですが、広島の山本新監督は新聞社に行ってしきりにドームの父親の新庄夢人のことを調べております。阪神の村山監督は IMM に友人がいるとかで、最高のコンピューターのエンジニアたちにドームの投球を分析してもらってるそうです。また太陽の小葉監督は。もうええ、他の球団のことなど知らん。新庄ドームを叩くのは我が中日ドラゴンズが一番だ。落合が必ず打つ。いらっしゃいらっしゃい。はい、お客さん、ベッドラ付けね。マイダーリー、はい、350万円なり。はい、お待ち。はい、そちらさんは。あの、森田さん。あれ、あんたまだいただか。ですからね、新庄ドームの魔球を語るということで商店街の皆さんに取材させてもらってんですけど。ドームの魔球。あ、あれはオイラが教えたずら。ええー、高
聖火丹田に力を込め精神を統一してらっしゃいらっしゃい。これが極意ずら。あっちょっとおもちゃしっかり持っといてよ。それでドームの魔球のことなんですが。ねえ、そうやった。わてらドームが小さい時からいろいろ面倒見とったさかいに、いわば消える魔球の育ての親や。だから見出しはこうや。スノーミラージュボールの育ての親、中澤太志大いに語る。そこんとこ。ん？あれ、新聞記者の旦那どこ行ったんや。トリックだ。つったかどっこい。はばかりながらドームはそんなケチなことはやらねんで。じゃあどうやってボールを消してるんだろう。そいつが分かりゃ今頃俺が投げてジャイアンツのエースになってるってもんだ。ああデスク、あの企画ダメですよ。記事取れませんよ。勘弁してくださいよ。そりゃ魔球の秘密を探るってのはいいんですけどね。そういうのはね、家庭欄の連中に回してくださいよ。ったくもう敏腕で鳴らしたこの俺がドームみたいなガキンチョに振り回されとはな。一本どうすか。ああ、しかし消える魔球のヒントになるような話は聞けなかったけど、あの町の人たちはみんなドームを見守ってるというか、夢を託してるというか。けっ、おめえ文芸部に移ったらどうだ。ご本人のお出ましだ。行くぞ。明日からの中日との3連戦に備えて少しは肩を鳴らしとかなくちゃ。この中入ってきましたね。ボールを受ける相手もいないのに何をやるつもりなんですかね。どうしたんですか。ムササビロマサ、どこにいるのか。またマサですか。いつもドームに張り付いてるとは限らないでしょう。うん、この俺もマサと張り合うのは初めてだからな。とにかく行ってみましょう。細い竹にぶつけて寸分たがわず跳ね返す、うまいもんですね。はあ、これが消える魔球と何か関係があるのか。この特訓には絶妙なコントロールを養う以上のものがあるはず。7番サード中畑。7番サード中畑。背番号24。8番キャッチャー中尾。中日相手にその中日から移ってきたばかりの中尾を使いましたね。さあ注目の先発は。ねえ、早く行きましょうよ。そう焦んなって、どうせドームはリリーフ専門なんだからよ。ピッチャー新庄ドーム。あ、なんとジャイアンツ先発に乗ってから新庄ドームを持ってきました。ドーム君が先発だって。昨シーズンの覇者中日ドラゴンズ、東京ドームでの対ジャイアンツ第一戦でありますが、なんといっても最大の興味注目されるのは中日の主砲落合と魔球スノーミラージュボールとの対決であります。
この意表をついたともいえる新庄ドームいきなりの先発、藤田監督いかなる作戦でしょうか。先発か、誰にも踏み荒らされてないマウンドって気持ちいいもんだな。開始1回の表、中日の攻撃、バッターボックスは彦野。ドーム、思い切ってこい。オッケー中尾さん、今回もビシバシ三振の山を築くぜ。さあ新庄ドーム第1球だ。初速100キロ、終速110キロ。来ながらいい度胸した、いいピッチャーだ。また三振、中日ベンチも驚きの目を見張っている。強敵を初っ端に叩き、ショックを与えて、この3連戦のみならずシーズンを通して対中日戦を有利に展開する。これが新庄ドームを先発に使った藤田監督の狙いだ。ドームはリリーフだけではない、先発にも使えるのだ。そのドームがいる限りジャイアンツ強しを印象付けることができる。したがって心理的に優位に立つことができるのだ。コントロールのいい小松がドームに負けまいと力んで、そのコントロールを乱している。セカンドランナー原、三塁にはクロバティがいます。さあ小松投げた、打った、起きろ。ジャイアンツ初回早くも2点を取りました。さあここでいよいよ落合の登場。新庄ドームを打つものがあるとすれば、まず落合であるということは球界の誰しもが思うところ。日本中が注目していた落合との対決が早くも実現しました。さすがは落合さん、すごい気迫だぜ。落合さん、悪いけど三球三振だぜ。おっと、新庄ドーム球界一の大打者に素敵な挑戦だ。さあドーム落合へ第1球、投げた、ストライク、ストライク2。試合簡単に2ストライクを取られましたが、かつて三冠王に輝いた打者の誇りにかけても、このままでは済まないでしょう。ストライク、バッターアウト。やりました。さすがの落合も消える魔球の前にバットを一度も振ることができませんでした。違う。え？落合はわざとバットを一度も振らなかったんですよ。落合はじっくりと消える魔球を観察することに徹したのだ。彼ほどの打者なら肌で何かを掴んだかもしれん。